はい、今回はですね、LINE 証券とネオモバを徹底比較。小額投資を制するのはどっちということで、小額で投資できる LINE 証券と SBI、ネオモバイル証券、略してネオモバなんですけれどもそっち、その2つをですね、徹底比較していきます。で、どっちに向いてるかっていうのは、正解がないんですね。もう個人個人で違うので、ちょっと検証してみました。で、比較してみますと、LINE 証券は、 初,初心者が少額でとりあえず経験を積みたい人向けの証券会社言ってしまえば本当に初心者で、まあ、ちょっとだけ投資して、まあ、やめようかなぐらいの感じですねの人向けですね SBI ネオモバイル証券は国内株への分散をしっかりしたい人ロボードバイザーによる少額投資をしたい人向けということで まあ国内株への分散投資っていうことで、まあ、ちょっと難易度は上がります。まあ、それでも少額でできるんで難易度は低いんですけれども、若干ちょっと,ちょっと難易度は上がるというか、えー、本格ではないですけど、若干本格的な投資っていう感じですね。で、ロボアドバイザーに少額投資したい人っていうのは結構重要で、ロボアドバイザー、基本的には10万円からのものが多いんですけれども、SBI ネオモバイル証券はウェルスナビ4ネオモバっていうのがありまして、これが1万円から投資できます。 まあラフラップも1万円から投資できるんですけれども、おウェルスナビにも1万円から投資できるっていうんで、まあ、そこはメリットがあるかなというふうに思います。で、1万円以内でちょこっとだけ投資したい場合は LINE 証券ということで、まあ、あの1万円とは言わずに何百円単位で投資できますんで、まあ、投資ちょろっとだけしたいみたいなね、あのゲームセンターで1回だけお試しプレイしたいみたいな、<laughs> そう例えが難しいですね、えーまあ、もう本当に本当お試しプレイみたいなものですね。 LINE 証券は、まあ、それぐらいのレベルで投資したいという人はおすすめですね。これ理由がありまして国内株投資信託を少額で購入できる、まあ、投資信託は少額じゃないんですけど、まああの,他の証券会社と変わらないんですけどおまあ国内株は少額で購入できます、まあ、投資信託はね100円からどこでも購入できるんで、まああので LINE 証券じゃなくてもいいんですけど国内株は特に少額で購入できるメリットがありますねあともう1個大きいのが使い慣れている LINE アプリから投資できるので手間がかからないです。 LINE アプリ開いて、ウォレットから証券って言ったらもう投資できますんで、すごく簡単なんですよね。えー、普段使ってる LINE アプリから、あ本当、ものの十何秒で投資画面まで持っていけるっていうのがメリットですね。もう慣れればそんな十何秒で本当に投資できちゃう人もいるかもしれないですね。SBI、S ネオモバイル証券は、国内株分散を強化したい。 自動運用を始めたい場合ですけれども、おまあ、分散というか、まあ、10個ぐらいに、ね、国内株投資したいと、1個ちょこっとやるだけじゃなくて、もうちょっとなんか、えー、投資したいなという人はあネオ、ネオモバイル証券、ネオモバ向きですね。あと、先ほど言いましたように、ウェルスナビに投資することができるので、少額でロボアドバイザー運用する場合は、SBI ネオモバイル証券がいいかなというふうに思います。 で、じゃあ共通点ど、どういうものがあるのか。ここからはですね、LINE 証券と SBI、ネオモバイル証券の共通点とお、まあ、違う点と、両方で異なる点を見ていきます。で両方に共通する点は、少額で投資できる点と、任意差枠、積み立て忍者枠は使えない点です。少額で投資する、投資できるっていうのは、あ本当に何,何百円から投資できまして、通常の証券会社、まあ、通常っていうの言い方かどうかわかんないですけれども、基本的には100株単位なんですね、日本の国内株は。 100株単位なんで、まあ、1株1000円だとまあ10万円ですよね。から投資することになるんで、大体いい数万円から数十万円の投資金額が必要になります。はい、結構かかるんですね。まあ、これで1社なんで、まあ、結構です、本当に。でえー、なんですけれども、LINE 証券と SBI、ネオモバイル証券に関しては、1株単位でできますので、数百円から数千円で取引可能なんですね。これがメリットですよね。えー 単純に100分の1の価格で取引できる。まあ、ざっくりですけど、まあ、手数料とか細かいのもありますけど、まあ、まあ100分の1で取引できるので、初心,、まあ、初心者向けかなということですね。国内株ですね。国内株式に少額で投資したい人向けの証券会社は LINE 証券と SBI、あ、ごめんなさい。間違ってます。SBI、ネオモバイル証券です。SBI 証券とは全く別物なので気をつけてください。ごめんなさい。これ大きなミスですね。えー、ネオモバイル証券ですね。で、ニーサーク。 NISA、積み立て NISA 枠は使えないと、NISA、まあ、とか積み立て NISA と聞いたことある人はいるかもしれませんけれども、運用益非課税枠なんですね。えー、まあ10万円運用益が出たとしたら、大体2万円ちょいぐらい、えーですね、税金払わなきゃいけないんですけど、まあ、その分が非課税になりますよという枠なんですね。えー、この枠はちょっと使えないのが欠点です。えー、なので、NISA 枠とか積み立て NISA 枠を使いたい場合は、楽天証券がおすすめかなと思いますね。 でえーまあ、あそこまでいかず小、本当に少額でやめ、場合によってはやめるかも、投資をちょっと,ちょっとだけやってやめるっていう、ねえー、こともあるので、まあ、そういう場合は LINE 証券と SBI、ネオモバイル証券があいいですかね。えーまあ、長期的に長くもう投資していくのを決めたという人は楽天証券に行ったほうがいいと思います。LINE 証券と SBI、ネオモバイル証券で2つで異なる点、LINE 証券アプリからそのまま投資していきます。ネオモバイル証券も、まあ、でも LINE 証券は簡単ですね。 で、SBI ネオモバイ証券はロボアドバイザーに投資できるっていう点がありますね。で、先ほど言いましたように、もう LINE アプリから投資できるのは LINE 証券の大きなメリットなんで、えー、そこは、LINE 証券の有利な点ですよね。で、一方、SBI ネオモバイ証券はロボアドバイザー、先ほども言います、先ほどから言ってますけれども、ウェルスナビ4ネオモバっていうサービスがありますんで、まあ、このサービスを使うとですね、ロボアドバイザーに1万円で運用できるということで、えー、すごく、 気楽にできますねでロバルバイザーってどういうものなのかっていうと、ロボット、ロボットですかね、まあ、自動で、ロボットが,です、ね、自,動が自動でなんていうか,ですかあ、なんていうかななんだ、自動でポートフォリオっていうんですけど、まあ、資,産資産配分ですね、外国株とか債券とかね、不動産とか、金とかね、そういうのに分散、勝手にしてくれるんですね。なので、楽チンです。楽チンなんで、まあ、投資に手間をかけたくない人とか。 自動で運用し続けたい人とか、まあ、そういう人にとってはロボアドバイザーに投資するのはありかなというふうに思います。ちょっと、ね、手数料高くなるんですけれども、まあ、あ手間、手間大事だと思ってください。そ手間がかからない分、ちょっと手数料するみたいな、そういうノリですね。はいえー、なので、結構楽、楽に投資したい人はロボ,ロボアドバイザーありかなというふうに思いますね。 少額、まあ、なんで深く考えなくていいのが利点ですよという話であの、まあ、投資っていうとやっぱ何万円何十万円、何百万円という単位でやらなきゃいけないんですけれどもお、まあやらなきゃいけないというかあその単位でやらないと運用益は出ないんですけど、まあその前段階として、えー、LINE 証券とか SBI、ネボワイン証券で、まあ、ちょこっと投資,を投資経験を積むっていうのがありかなと思いますね、えー、損をしてもです、ね、やっぱ数千円程度で済むんですね少額投資でやると。例えば1万円投資して 5000円損するって、結構、相当なことがない限り起こらないんですね。まあ、リーマンショックとかだったら、5000円ぐらい損した,したかもしれないですし、まあ、今回、コロナショックがあったんで、えー、そこまで落ちるかもしれないですけども、それでも5000円、1万円が5000円になることっていうのは、そこまでないわけですね。過去の歴史を見ても、そのリーマンショックぐらいで、今回のコロナショックでもまだそこまで全然いっ,、えー、ってません。なので、えー、言ったら、数千円だけ損,数千円の損するかもしれないけど、それで投資権を集めるっていうのはメリットです。 なので、まあ、深く考えなくていいですね。深く考える場合は、もうちょっと本格的な楽天証券とか SBI 証券で何十万、何百万投資するんだったら、深く考えた方がいいですけど、LINE 証券とか SBI もネオモバイル証券で少額で投資する場合は、もうそんなに深く考えなくていいのかなという感じがします。考えて,それ考えてしまうと、ね、このメリットがなくなってしまうので、それだったら、本当に真剣に考えなたらもうちょっとあの本格的な投資を考えた方がいいかなというふうに思いますね。 LINE 証券とのない SBI ネオモバイル証券をとりあえずやってみて、だめだったらだめぐらいのノリの投資ですね。はい、で今回は LINE 証券と SBI ネオモバイル証券を比較してみました。まあ、両方とも少額で投資経験を集めてニ i s a 積み立ニ n i が使えないという投資ですね。LINE はアプリからそのまま投資できるのがメリットです。簡単ですね。SBI ネオモバイル証券はロバーアドバイザーに投資できるのがメリットです。少額投資やるう人向けなので、少、え、額、ー、投資じゃない人はです、ね、楽天証券。 いうことになります。ま楽天証券っていうことになりますというか、楽天証券が僕の中では一番おすすめかなと思います。楽天スーパーポイントが使えます。ま楽天証券か SBI 証券なんですけどね、どっちかの中でま楽天証券がやや上かなっていう感じはしますが、まどっちでもいいっていう感じですね、楽天証券と SBI 証券が本格投資向け、LINE 証券と SBI ネーモバイル証券はもう少額投資、え国内株の少額投資ですね、あとロボアドバイザーの投資ができるのが SBI ネオモバイル証券ですよというお話でした。詳しくはこの記事、概要欄、 に、えー、リンク貼ってますので、ぜひご覧ください。今回の動画は以上です。ありがとうございました。